にちは。大丈夫です。大丈夫です。どこから？お疲れ様です。届かず、40回大会記念だからね、もしかしたらもう一回その体鍛え直してもう一回チャレンジしたらいけるかなっていうのがやっぱちょっとあるもんで、子供もそれにちょうどね、中学生で出れる年まで続いたっていうことで、まあ、親子で出れたなっていうのをがあって、40回大会記念で子供と一緒に親子で出たいっていう、ここをちょっと作り上げたいなっていう気持ちでちょっとやりたい。今のかこの体じゃとてもじゃないけどやっぱりいけないですね。今もうすっごい体がブニョ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 しとるから。ちょっと今ねこんなブヨブヨの歯をしてる。恥ずかしいな、この腹を見せるのは。体重が、まあ、72.6kg。 70や。これ、人生マックスですか？そうですね、73キロぐらいですね。昔の実況資料を見ると、163センチ、63キロ。そうなんですよ。それが一番いい時でしたね。10キロ違うから。これを66キロぐらいを目標に、いいんじゃないですかね。久しぶりのやっぱり出場でからもうね、でトランポリンもう一時使ってなかったからやっぱりね練習中のは本当必要。多分トランポリンからのバーの距離と高さとっていうのも大体多分これぐらいだと思うんだけど、こう入るとダメなんですよ。こう行くといいんですよ。こう掴むと一番最高。これで押し上げるように斜めに行ってこう行くと最悪。まっすぐ行くんじゃなくて上から、上からこう行くぐらいのが一番最高に。前だな。こう踏み込んだ時にこう体が焦げになるよね。焦げちゃいないで。今の。
もう、いい、ふわーっとして、もうバーを見る余裕があるぐらいが一番いいという。はーい。そういう感じ。この練習で体に覚えさせなダメやね。難しいですね。踏むところは一緒でも姿勢が変わると前に行ったり後ろに行ったりとかするから、だから結構難しい。平行を決めたぐらい。この辺から行ったの。ハイブリは届くやん。今のような感じでこう体離して、あと行き足ともうちょい上りぐらいかな。難しい。上るのが難しいので、ここをスピードを速くして前に行かないように離して。身を見してやる。おお。一歩二歩三歩のあれでどんだけ上に来てジャンプするか。神経系。おお。おい、ここからいけんじゃねえか、おい。これまともな距離だからね。これぐらいからいければまともにいったのと一緒だ。ちょっともう一回やってよ、お前。もう一回やって。おお。すげえな、お前。いったな。両手でいった。両手でいくと片手でいきやすくはな。片手だとよけこういくから。両手でいったら上等で。まああとな、やっぱり練習あるのみと思うけど、多分もうこの今の体の使い方とあれだったらいけると思う。頑張りたいです。いやー、50歳を機にもう一輝きしてほしいですね。本当にこれを最後と思ってね、このファーストクリアっていうのをね、もうセカンドサードはもう考えないですよ。もう本当にファースト、このクリアっていうのですごく俺自体はもう輝い、もう本当にファイナル行ったっていうぐらいの多分輝きになると思うので、頑張りたいなと思います。期待してます。はい、頑張ります。はい、続々公開中。チャンネル登録よろしく。